You're currently watching Duckman Yoshi TV. 今シーズン NBA で一番重い選手トップ5。 What's going on guys? Duckman Yoshi です。今回の企画は今の NBA で最も体重が重い人のランキングトップ5を発表していこうという企画です。やっぱりね、 NBA 選手っていうとイメージするのはコービー・ブライアントやマイケル・ジョーダンのようなこうスラッとした体型の選手ですよね。ただそんな中、今シーズンの NBA で NBA の公式ウェブサイトを調べて分かった最も体重が重い選手5人が判明しましたので、それを順番に発表していきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。はい、第5位は強豪ミルウォーキーバックスのブルック・ロペス選手です。その彼の体重は約128キロ、282パウンドですね。ポジションはもちろんセンターで、年齢は現在31歳です。身長は7フィート、2メートル13センチですね。2013年にはオールスターに1回選ばれてます。今シーズン絶好調のバックスのセンターですが、彼には双子の弟がいます。そう、ロビン・ロペス選手です。身長はね、7フットと全く一緒なんですが、体重が約1キロ彼の方が軽いと。彼が127キロで約1キロ双子の兄弟に及ばないということで、今回惜しくもランク外となってしまいました。はい、それでは次の選手を見てみましょう。はい、ここ数年間で一気に名を上げてきたデンバーナゲッツのセンターニコラ・ヨキッチ選手です。その彼の気になる体重は129キロ、ブルック・ロペス選手よりも1キロ重いですね。彼は現在24歳でデンバーナゲッツのセンター、セルビアで生まれました。でね、昨シーズン初めて NBA のオールスターにも選ばれて、オール NBA のファーストチームにも選ばれました。今年中国で行われたバスケのワールドカップでは、セルビアを全体の第5位へと導きましたね。今シーズンも好調のナゲッツを引っ張っています。はい、それでは次の選手行ってみましょう。ニューオーリンズ・ペリカンズのザイアン・ウィリアムソン選手です。彼の体重はヨキッチ選手と並んで同率3位の約129キロ、年齢はまだ19歳で、これまでの選手と違い身長が198センチ、 6 feet 6 inches と少し低く、ポジションもフォワードなんですけど第3位と、今回フォワードで唯一ランクインしました。レブロン以来の逸材としてドラフト1位で今シーズン入ったのですが、まだプレイできてない状況ですね。彼に関しては今シーズンも完全に休ませるのか、あるいは今月中に復帰させるのか、現在注目が集まってますね。まあね、これだけ体重が重くてあれだけジャンプしてるから、まあ、膝に負担がかかるのは普通のことなんで、まあ、本当に長いキャリアでやっていきたいんだったら体重を減らすことを真剣に考えた方がいいかもしれませんね。はい、それでは次の選手行ってみましょう。はい、第2位はボーバン・マリアノビッチ選手、ダラス・マーベリックスのセンターですね。気になる体重は132キロ、290ポンドですね。ただ彼の場合は身長が高く、2メートル24センチ、7フィート4インチですね。彼は現在31歳で、ヨキッチ選手と同じくセルビア出身です。今年のワールドカップもセルビア代表としてプレーしていましたね。まあ、ドラフト外で NBA には入ってきたのですが、まあ、キャラが面白いということで NBA でも人気がある選手の一人ですね。はい、それでは次は第1位です。はい、第1位はボストンセルティックスのタコ・フォール選手です。気になる彼の体重は141キロ、311ポンドですね。ただ彼は身長が圧倒的に高く、2メートル26センチ、7フィート5インチですね。生まれはセネガル、年齢は24歳と、まあ、ルーキーにしては結構いってる方ですね。まあ、彼もドラフト外で入ってきて、渡辺選手と同じくセルティックスと 2way コントラクトを結んでいますね。ただ彼も人気が高く、今回のオールスター投票の中間発表でもランクインしてるほどでした。はい、ということで今回は今の NBA で最も体重が重い5人を発表させていただきました。皆さんが予想した選手は入っていましたか？それとこのランキングについてどう思われましたか？ぜひコメントしてください。はい、ここからは NBA ニュースです。メンフィス・グリズリーズがもしもイグダーラ選手をバイアウトした場合はレイカーズに行く可能性が一番高いそうです。ここに来てレイカーズはクズマ選手のトレードリクエストに関して話を聞き始めたようです。ただレブロン・ジェームスは彼には残ってほしいみたいです。キャブズのラリー・ナース・ジュニア選手が膝の怪我で約数週間試合に出れないそうです。今のところ NBA のトレード市場でウルブズのコビングトン選手が一番人気が高いそうです。キャブズのケビン・ラブは先日の試合でベンチでとても怒りを爆発させて、そのせいで約10万円の罰金を受けました。ただこの件に関してケビン・ラブは現在
とても感情的になっており、罰金を課せられたことが信じられないそうです。キャブズのケビン・ラブ選手のトレード先としてラプターズも急浮上してきたようです。ただ彼に残っている3年約90億円の契約が一番ネックになっているようです。レジェンドのジェリー・ウェスト選手はルカ・ドンチッチ選手がいずれ歴代でもトップ5の選手に入ると、そういったコメントを残しました。現在怪我で試合に出れていないロケッツのジェラルド・グリーン選手はプレーオフ前までには戻れるように進めているそうです。ピストンズのアンドレ・ドラモンドの移籍先としてホークス、ホーネッツが候補として上がっているそうです。その他のチームもたくさん関心を寄せているそうです。チームの調子があまり良くないデトロイト・ピストンズのオーナーはチームのロスターが一気に変わることも称賛しました。ピストンズのブレイク・グリフィンに対して興味を示しているチームはあるそうですが、その場合は彼にプラスアルファ誰かつけなきゃいけないそうです。ウォリアーズはディアンジェル・ラッセル選手を今回トレードすることはないとのことです。ロサンゼルス・レイカーズは第2のポイントガードを補強ポイントと挙げており、その対象として現在復帰を称賛しているダリン・コリンソン選手、デュレック・ローズ選手、DJ オーガスティン選手を狙っているようです。クリッパーズがダリン・コリンソン選手を狙っている一番の理由としては、ただレイカーズに取らせたくないだけだそうです。先日カイリー・アービング選手が彼の肩の怪我についてコメントを残しました。ジャンプシュートを打つ時も結構痛みがまだ出るそうです。ただ手術は何としても避けたいそうで、今シーズン中には何としても復帰したいそうです。ネッツのカイリー・アービング選手は今シーズン60試合出れなかったので、その分の出来高約2500万円を受け取ることができないそうです。クリッパーズのハレル選手は先日グリズリーズに大敗した後、クリッパーズはまだまだ課題はたくさんあると、いいチームには程遠いと、そういったコメントを残しました。ウィザーズのアイザイア・トーマス選手は先日の試合でオフィシャルを押し倒したとして約250万円の罰金を課せられました。ウルブズのカール・アンソニー・タウンス選手は2015年以来チームがほとんど成長していないことにストレスを感じているそうです。セブンティシクサーズはここに来てプレーメイキングができて、なおかつ外からもシュートが打てるポイントガードを探し始めたそうです。ロサンゼルスレイカーズのレジョン・ロンド選手に対してチームの信頼度はここに来て急激に下がってきているそうです。マイアミヒートは来月の2月22日に引退したドウェイン・ウェイド選手の永久欠番式を行うそうです。複数のチームがニューヨークニックスのマーカス・モリス選手に対して関心を示しているそうですが、彼自身はチームに残りたいそうです。ペーサーズのマルコム・ブログドン選手が背中の怪我で数試合欠場するそうです。レイカーズのフランク監督はデマーカス・カーズンス選手が今シーズン中に復帰することを信じているそうです。ペリカンズのブランド・イングラム選手は彼と同じドラフト組がたくさん契約更新していることに関して信じられないそうです。ただ彼は大きな怪我もあったので、チームが契約更新しなかったことは理解できていると、そういったコメントを残しました。ブレイザーズのカメラ・アソニー選手は今回の投票でたくさん票を入れてくれたファンに対してとてもありがたいことだと、そういったコメントを残しました。現在絶不調のセブンティシクサーズは同チームのジョエル・エンビード選手はベン・シモンズはもっと外のシュートを打つべきだと、そういったコメントを残しました。キャブズのダリアス・ガーランド選手はここに来て彼の自信は今人生で一番高い状態だと、そういったコメントを残しました。マイアミ・ヒートのジャスティス・ウィンスロー選手の回復は順調とのことです。サンズのフランク・カミスキー選手が膝の怪我で約4週間ほど試合に出れないそうです。